神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔しまーす。たけちゃん、こんにちは。あ、みっちゃん、みっちゃんも来てくれたの。そうなの、今日はまたみっちゃんもね連れてきたんだ。いや、みっちゃんまた来てくれたの、ありがとうございます。エゴバさん、お久しぶりです。今日はまたよろしくお願いします。ちょっと嬉しい言葉言わなくていいの。たけちゃんも来てくれてありがとう。もういつもね、コウバさんに話聞いたらね、聖書のこと分かっちゃうから嬉しくてね。あ、もう私だんだん若くなってきたでしょ。もうタケちゃんがね、いろいろイスラエルのこと聞いてくれるからものすごい元気になってきて、今日はね、またみっちゃんも質問を持ってきてくれたんだけど、まあ、簡単に言うとイエス様の時代の生活はどんなだったのかなってちょっと話してたんだよね。そうなんです。実は僕の友達がイスラエルに行ってきたんですけれども、イエス様の時代のテーブルは今の時代のテーブルと全然違うって言ってたんですけど、それはどういう意味かなと思って今日は英語ばさんに聞こうかなと思ってやってきました。あ、嬉しい、はい、テーブルのことはね、いろいろあるんだけど、まずはね、イエス様の時代のテーブルはこの字型、今のテーブルの形と全然違う、うん、カタカナのこの字型、この字型、そして高さは30センチぐらいかな。うん、もう低いテーブルしかなかったっていうこと、うん、そして、トライクニアンって言うんだけど、リクライナーのスタイルで寝転ぶ感じなのよ。トライクニアン、なんだか難しい名前ですね。ってことは、そのこの字型というのは一体どんな感じなんでしょうか、具体的には。イエス様の時代のテーブルっていうのは、ここに写真があるんだけど、はい、たけちゃん手伝って、うん、こうしこういうこの字型、うん、そして高さは30センチぐらいだから、みんなこう寝転んで左を下にして右手で食べるっていうような感じなのね。そしてみんなが足を伸ばしているので、奴隷がこう真ん中から、この字型の真ん中から皆さんにお食事を配るという、そのためのこの字型。なるほど。ここを、まあ、歩き回ってこう渡したりしていたってことなんだね。ということなのよね。そして、神座っていうのがあるんだけど、神座っていうのは日本だと床の間のあるところが神座だから、そこに一番大切なお客様を置くの、うん、だけどここの神座っていうのは、扉が向こうの方で、ここが神座なんですね。そしてこの神座のところの、
端から2番目が主人が座るところ。そして、主人の右側は最も愛されている人が座るところ、そして、その左側っていうのは一番大切なお客様が座るところ。これがトライコニオンっていうテーブルなのね。これがトライコニオン。トライコニオン、うん、難しい。そしてリクライナーっていうのはこう寝そべってるような意味をするから、みんなこうやって周りにコロンとして食べてるっていう意味なんだ。うん、そういう意味なんだね。へー、そうなんだ。また後でこれ見るからね、はい、聖書を読んでみましょう。じゃあみっちゃんに、ルカの7章37節と38節読んでもらおうかな。はい。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。はい。今のテーブルのことを思うと、うん、イエスの後ろで御足のそばに立ってっていうのが、うん、テーブルの下に入り込んで、ずいぶん邪魔になる、うん、お客様に失礼っていうふうに思う、うん、まして後ろってどういう意味って思うんだけど、うん、もう一度この写真を見て、はい、この写真を見てもらうと、これみんな足を伸ばしてるでしょ、うんうん、そしてここ真ん中で皆さんお話ししているわけね、うん、だからこの足元って言ったらずっと離れてる、うん、あ、なるほど、うん、だからイエスの後ろでっていう後ろの方で、おいおい泣きながら涙でイエス様の足を洗って髪の毛で拭いでっていう、これはこういう形であったというふうに思うと、うん、聖書を読んで、うん、ああなるほどって思うでしょ。いや、今のテーブルをイメージしたらここの辺で足拭いてたりしたらちょっと想像つかない、うん、そういうことだったんだ。でもここでは会話が起こってるんだけど、足元っていったらずいぶん離れてるから失礼にならないわけよね、うん、そういうことだったんだね、うん、そうなのよ。44節と46節、たけちゃんに読んでもらおうかな、はい。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。これがしきたり、うん、昔の人のしきたり、すごく誇りでいっぱいだから、うん、足はもう誇りだらけ、髪の毛も誇りだらけなのね。だから必ず足を洗って、うん、髪の毛に油を塗ってあげる、そしてキスをするっていうのがしきたりなんだけど、パリサイ人たちは、いや本当はイエス様のことあんまり好きじゃないから、そういうおもてなしをしない。でもこの罪深い女性が全部それを成し遂げたっていうことなんだけど、なぜこの罪深い女の人がパリサイ人の家の中に入ってきているのかっていうのがね、大きなクエスチョンマークになるんだけど、うんうんうんね、ユダヤ人はパリサイ人がイエス様を試していたんだっていうふうに言ってるのよ。このテーブルのことには大切な教えがあるんだけど、
ルカの福音書14章8節から11節をみっちゃん読んでくれる？婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いてきた、招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。へー、あー、この意味わかんないでしょう、うんうん、これはテーブルの周りに上座とか下座とか末席とか順序がつけられてるっていうことなの、うん、そのことをイエス様がおっしゃってる。もう一度これ開けてみましょう。はい、さっき言ったように、はいはい、この上座っていうのはここから2番目のところ、うんうんうん、一番主人が座るところね、うん、そして右側は一番主人に愛されている人、そして左側は一番大切なお客様、うんうん、そこからだん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 大切じゃない人たちが座っていくんだけど、一番下は接待係なの、うんうん、だからイエス様がおっしゃったの、招かれたら、うん、上の方に座ってたら、あなたより偉い人が来たからすいませんけどちょっと動いてくださいって言われるから、うんうん、下の方に座ればそんなとこにいないでもっと上の方に来てくださいって言われるという教えをイエス様がなさったのね。それはこの順番のことを言っているわけですね、うん、そうなんだ。じゃあこの時接待係はじゃあ誰がやってたの？おそらくペテロだってたくさんの神学者が言うんですよ。どうしてペテロだったんでしょう？ペテロが弟子の中で一番身分が低かったとは考えられないんですけれども。あ、もちろんペテロが一番低かったわけじゃないんだけれど、ルカの22章で、イエス様が杉越のお祭りをの用意をするためにペテロとヨハネを使わされたって書いてあるのね。だからいよいよ杉越のお祭り最後の晩餐が始まったら、ヨハネおいでおいで私の右側に座りなさいって言ったから、ペテロは、うん、じゃあ次は私の名前を呼ぶだろうなって待って、ペテロ私の右に左側に座りなさいって言ってくれると思ったら、ユダおいでおいで私の左側に座りなさいって言って自分の名前を呼んでくれないので、ぼーっと膨れて、よし一番しもべの接待係のところへ座ってやろうと、絶対に、ああペテロそんなとこに座ってないでもっと上の方へいらっしゃいって言ってくれるに違いないと思って座ってたのよね。ヨハネが右側で左側はユダ？ユダ、どうしてユダがイエス様の左側だってわかるんですか？それはいい質問ね。ヨハネの13章の21節から26節だわ、はい、見て。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をして言った。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子は
イエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。これもう一度この写真を見てくれる？ペテロが「おい、誰なのか聞いてみろ」って言ってるの、うん、ちょうど向かい側なのね、うんうん、だからすごくぴったりとすぐそばにいるので聞いてるのね、うんうんうん、そして、ヨハネが「誰が裏切るの？」って聞いたら、うん、私がパンをつけて渡すものっていうのは隣の人のことなのね。なるほど。だからユダがイエス様の左側だったっていうのが分かるのね。っていうことはイエス様はユダを最も大切なお客様の場所に置いたということなの。いや、イエス様らしいことをなさったんですね。そうなのよ。もう一度悔い改めるチャンスを与えて、あなたは私にとってたっといんだよっていうことをこの最後の晩餐に表していらっしゃるんですね。そうなんだ。ペテロはがっかりしただろうなって思うんだけど、どうしてこの一番最後の接待係のところに座ってたんでしょう？それはもうひねくれちゃって最初はイエス様が呼んでくれると思ってたんだけど、うん、呼んでくれないから一番下に座れば、うんうん、ペテロのそんなとこいないでこっち来なさいって言ってくれると思い込んでたわけなのよね。でも言ってくれないのでもううじ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 腹を立ててたと思うのよ。なるほど。イエス様はそう言ってくれるだろうと思ってるのに言ってくれないからもう腹立ってなんでだろうって思ってたんだろうね。まあ僕でも確かに腹立つというか、いや、イエス様なんで言ってくれないのかなって確かに思いそうな気がするもんね。ここにずっといたら私もそうだと思う。たくさんの人がそうだと思うわよ。でもイエス様は素晴らしいことをお教えになりたかったのね、うん、だからペテロをあえて呼ばれなかったと思うわ。このあとねイエス様がみんなの足を洗うということが起こっているんだけど、うん、ヨハネの福音書13章4節と5節、タケちゃん読んでくれる？はい。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。はい、これ一人一人の足を洗ってるのよ。だからペテロは本当は自分がしなきゃいけない、接待係がするべきだから、ね、だからだん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 自分のところへ近づいてきて、うん、そして大変なことをしてしまった、穴があったら入りたいっていう思い、ペテロはその主よ、私の足は洗わないでくださいって言ってるのね。そしたらイエス様がペテロに、もし私があなたの足を洗わなかったらあなたと私は何の関係もありませんって言われたのよね。これはもう本当に申し訳ないから洗わないでくださいって言ってるんだけど、関係がないなんて言われたら大変だし、うんうん、洗ってくれるんだったらもう文句ばっかりずっと思ってたから、うん、もう自分は汚らしくて仕方がないから手も洗ってください、頭も洗ってくださいって言ってるのよ。どういう意味だと思う？どういう意味だ？あなたは私と何の関係もありません。じゃあ関係があるっ
っていうことを言ってくれるのかな、イエス様は。そうじゃなくて、こうブツ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 文句言ってたのが、自分が悪いって分かってるんだけど、うん、いや私の足は洗わないでくださいっていう、そのような言い方じゃなくて、イエス様ごめんなさい、僕がするべきなのにしなくてごめんなさいって、素直になって、イエス様が私は使えてもらうために来たのでなくって使えるために来たんだよという、その教えを、まあ、みんなに教えたんだけど、特にペテロが自分が神座に置いてもらっていないっていうので腹立ててたから、もうもしこれを断るんだったらあなたと私関係なくなるよって、へりくだって受けなさいって言ってる。そういうことなんだ。本当はイエス様は主人の席に座っていて、こっち側の接待係のペテロがみんなの足を洗わなければいけないのに、主人がそれをするからペテロとしてはもう困っちゃって、もうこんなんじゃまずいって思ったんだけれども、主人がしてくれることを受け入れなさいってイエス様は言った。自分はあなたに使えるよって言ってくれたっていうことなのか。そうなのよ。そしてあなたもいつの日か上に立つ時があるんだから、ああみんなの足を洗うということをしなさいっていうのと、それを素直に受けなさいっていう、このね、素直に受けるっていうのはとても難しいことなのよね。それをイエス様が教えてらっしゃる。あ、なるほど。そんなに深い意味が隠されてたんですね。本当大事な意味がここに隠されてたんですね。テーブル一つ見ただけでね、すっごい今の時代とは違うので、聖書のことがよく見えてくるでしょ。いや本当言う通り、テーブルの話でこんなに聖書のこととまた時代の意味があったっていうのが分かるとは思わなかったね。すごい勉強になりました。いや来てくれてありがたい、すごく面白かった、いや本当に僕たちもやっぱりね、みっちゃん連れてきてよかった。本当に今日楽しかったです。勉強になりました。じゃあまた来てちょうだい。はい、ありがとうございます。またお邪魔させていただきます。たけちゃんもね、ママによろしくね。はい、じゃあ今日はこの辺で。はい、それでは今日のおさらいをします。イエス様の時代のテーブルは高さ30センチくらいのコの字型で、人々は横に寝そべって食べていました。罪深い女性が泣いてイエス様の御足を涙で洗ったのは、外に伸ばしてある御足を洗ったので、お客さんの迷惑にはなっていなかったんだと思われます。それでは皆様また会いましょう。シャロー。